も変わらないお方を変わらずに集まって褒めたたえることができるこの恵みと特権を心から感謝いたします。アーメン。私たちの状況はどのような場合であったとしても、私たちの体調であったり置かれている環境であったり、私たちの感情がどのようなものであったとしても、神様は変わらないお方であることを感謝いたします。アーメン。主は昨日も今日も常しえに変わらないお方、真実なるお方、愛と恵みにあふれたお方、大いなるお方、賛美を受けるべきお方であることを心から感謝いたします。アーメン。今日も賛美を受けるべきただ一人のお方に、最上の賛美を受けるべきただ一人のお方に、私たちは最上の賛美を携えて主の御前に出ていきたいと思います。アーメン。アーメン。ぜひ賛美を受ける方はただお一人なので、皆さんは賛美を捧げる側になっていただきたいと思います。毎週そのような皆さんでありますけれども、本当に今日も最高の賛美を傍観する側ではなく捧げる側、本当に主の臨在を前にして喜び踊ったあのダビデの心を私たちは今日も思い起こしたいと思います。どのように蔑まれても、笑われたとしても、そんなことはもう何より構わず、本当に主を愛する思いを全てを持って表していきました。私たちも今日そのようなものでありたいと願います。ぜひ立ち上がれる方立ち上がって、今日も主を、私たち自身を、私自身をあなたの御前に清い生きた供え物として捧げます。今日も賛美の生贄をあなたの御前に捧げます。最上の生贄をあなたの御前に捧げます。そのような思いを持って声を上げて主の霊を歓迎していく時を持っていきましょう。Oh,
してくださったその偉大な偉大な愛と恵みの御業を覚え心から感謝いたします。アーメン。私たちには何がなくともイエス様あなたがいます。アーメン。私たちは何がなくともとこしえに続くその命が与えられています。アーメン。あなたと深い交わりに入ることができるその特権が与えられていることを心から感謝いたします。アーメン。あなたご自身が十字架において栄光を受けるための金の冠ではなくただへり下り砕かれること死に至らしめられるその道を選んでくださったことを心から感謝いたします。アーメン。そのことのゆえに私たちの思い煩い私たちの恐れ私たちの恥すべての私たちの思いを取り巻いていたそのような憎なる思いが茨の冠としてあなたがそれを担ってくださったこと心から感謝いたします。アーメン。今日もあなたの十字架の恵みを余すことなく受け取ることができますように。アーメン。イエス様あなたを愛します。アーメン。あなたが金の冠を
分自身を見つめるときに、自分の歩みは取るに足らないもののように思えるときがありますが、私の人生はあなたに買い取られた最高の命と引き換えに買い取られた命であること、歩みであることを心から感謝いたします。命を捨ててまでも買い取りたいと思ってくださった、その愛が色褪せることなく、消え失せることなく、あふれるばかりに私たち一人一人の上に今日も注がれていることを感謝いたします。アーメン。私たちの人生は災いの計画ではなく、将来と希望に満ちた計画が立てられていることを感謝いたします。アーメン。イエス様の命をかけてまでもあがないたかったその人生であることを覚えて心から感謝いたします。アーメン。あなたの命と引き換えに買い取られたこの歩みだからこそ、主よ、あなたのために生きていきます。アーメン。私の歩みは主よ、あなたのものです。アーメン。あなたが願われる通りに私たちの歩みを用いてくださることに、今日も自分の人生を差し出します。アーメン。あらゆる戦いを前にして、私たちに与えられているその武器は主の御名であり、あなたの皆を褒めたたえることであることを感謝いたします。アーメン。今日も戦いの最前線で私たちは主の恵みを歌います。アーメン。主が主であられることを宣言します。アーメン。アーメン。
大な神、大な主、あなたの名を褒めたたえ、心からの感謝を主の御前にお捧げいたします。アメン。今日私たちが自分の思いを突き抜け、またこの見える状況や取り巻く黒雲をも突き抜け、すべての作られた星々をもはるかに上におられる偉大な神、偉大な主、すべての創造主、主権者、私はあると言われるお方、一切のものを一切のもので満たすお方、ヤーウェ、アバ、お父さん、大いなる救い主イエスキリスト、満ち満ちておられるお方、御霊なる主、あなた様の思いの中へと私たちが引き入れられていきますように。今日天の思いを私たちのうちに持たせてくださることありがとうございます。偉大な神、偉大な主、あなたの名を褒めたたえ、心からの感謝を主の御前にお捧げいたします。この時間の賛美をすべて我らの主イエスキリストのお名前を通して、偉大な神、偉大な主であられる父なる神にお捧げいたします。アーメン。盛大な拍手を主の御前に捧げてまいりましょう。アーメン。主こそ褒めたたえられるべきお方、すべての栄光を褒め賛美を受けるのにふさわしきお方です。もう一度主に拍手を捧げてまいりましょう。ハレルヤ。主の喜びと感謝を持ってお互いを祝福する時間を持ってまいります。シャローン。お互いに祝福の時を持ちましょう。感謝の捧げ物を主の御前に捧げてまいりましょう。それぞれ捧げ物を準備しましたら、祈りを持ってお捧げいたします。お祈りします。天の地なる神様、私たちの手に捧げることができる特権、恵み、力と祝福を与えてくださっていることを感謝します。命も生活もこの経済も生きさえも、主あなたが私たちのために与えてくださった恵みであり賜物です。この地上で与えられたものをもって、主あなたの名を褒めたたえ、また永遠へと続く資産を蓄えることができるこの恵みに預かることを感謝いたします。今日私たちの喜びをもって、感謝をもって、主の御前にお捧げいたします。天においても地においても、神のご栄光のために実を結ぶ種としてお持ちください。感謝をもって、力ありイエス様のお名前を通して、主の御前にお捧げいたします。アーメン。
レルヤ。感謝します。入りました。大丈夫です。アメン。はい、私たちはもう全てのものを持って神を褒めたたえ続けてまいりましょう。声を持って、私たちの心を持って、私たちの生き方を持って、私たちの存在を持って、私たちは神を褒めたたえます。アメン。いくつかアナウンスをさせてください。まずですね、今後の予定ですけれども、9月の7日土曜日は国際礼拝、日初中じゃなくて日中ですね、日中がですね1回スペース、16時半から、毎週毎週国際礼拝日中は、行われます。基本ここでだいたい第2週目、今月は違うんですけれども、だいたい第2週目はここでやり、それ以外は1回スペースでという形になります。そしてですね、はい、9月の15日には熟年を目指してがありますね。おいおいアナウンスさせてください。ですね、また、祈りのウィークですけれども、9月の祈りのウィークは9月15日からの1週間となります。よろしくお願いいたします。あと、家の教会グレースハウスフェローシップの方からのお知らせなんですけれども、以前ですね、篠原教授、 TCU のですね、宣教学の伝道学の教授が来てくださって、そしてここでこの場所でセミナーを持つというですね、機会を設けることができたことを感謝します。篠原先生はですね、その後、TCU の学長になられですね、そして私たちとまた交わりの機会を持ってくださることになり、それはですね、グレースハウスフェローシップで行う企画が上がっています。こちらですね、定員があるイベントですので、 QR コードの方からですね、もし迷っておられる方、祈ってみて平安があれば申し込んでください。よろしくお願いいたします。はい、アナウンスは以上です。高田西慎吾先生を拍手でお迎えしましょう。アメン。素晴らしい主の名を褒めたたえます。心からの感謝、主にお捧げし続けます。共に私たちは主の御言葉心を向けていきたいと願います。新明記の10章ですね。新明記の10章、先週はシェマの祈り、聞きなさいイスラエルということを見ました。もう一度ですね、主が私たちに願っておられることが、この新明記に、現在トーラーポーションにおいては新明記を読んでおり、いよいよこの9月を経て10月にかけてですね、秋の祭りの中に入りますが、そこでトーラーポーション一周します。また新しい、この周期の中にですね、秋以降入っていきますので、それは神の霊的シーズンでもありますので、私たちはこの終わりの時、御言葉を本当にこの一周終わる時でもありますので、ぜひ今一度最後までこのトーラの旅路、今年続けていきたいと願います。共に新明記の10章12節から13節、ここに神が私たちに何を願っておられるのかということが書かれています。一緒に読んでいきましょう。はい。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟と守ることである。アメン。今一度私たちが覚えるべきことは、主の戒めは私たちを窮屈にして、そして私たちの人生を味気のないつまらないものにするためのものではなく、ここに書かれている通り13節、あなたの幸せのためにこの主の戒め、主の命令があり、それを守ることを通して私たちは真の幸いな人生を得ることができる。そのことが約束されていることを感謝します。12節には、主が何を願っておられるのか、それは主を恐れかしこみ、主の道を歩み、そして主を愛し、何を用いてでしょうか。まず心を尽くしてそのことをしなさい。これはシェマの祈りの中にも記されていますね。心、ヘブル語ではレバブという言葉ですけど、これは直訳では心臓です。私たちのこの、さらにこれをヘブル語の訳で調べると、思考と感情のザとも書かれているんですね。私たちのこの心臓が回復するとき、心が回復するとき、何が起こるのか。アガペーの愛、揺るぐことのない愛、全く恐れを締め出す愛、完全なる神の愛と私たちの心は絶えずつながり一致して生きることができます。そして本当に全てを満たし、全てを覆う神の愛が私たちの心を治めることを経験するようになっていきます。それプラス、ここには心だけではなく精神を尽くしてって書かれてますね。これはヘブル語ではネフェシュ、
息であったり魂であったり、また私たちの命すべてをもって神様を褒めたたえること。魂ということを覚えるときに、魂は3つの領域に分けられると多くの場合言われます。まあ、細分化するともっとたくさんのパートになりますが、しかし大きく分けて3つの部分ですね。一つが知性というものです。私たちが何かを学んだり知性を持って生きるということ、これですね、車で例えるなら、車についているさまざまなオプションとかさまざまな機能装備っていうのは知性と同じようなものですね。車のこのまあ周辺にエマージェンシー機能、そのようなですね機能がついているときに何が起こるかというと、壁に近づくと車がピピピピピってなるんですね。そして危険を察知することができ、止まることができる。最近の車は危険を察知すると自らブレーキ踏んでくれて、それ以上進まないようにストップすることができる。まあ、そのようなですね機能がついていたり、自動運転がついていたり、さまざまなこの機能が装備がついています。しかしながらですね、装備がなくても運転できます。装備がなくても運転できるんですけど、その時壁が近づくと何が起こるかというと、壁に衝突します。車に近づくと車に衝突します。そして何をするかというと、衝突して学びます。これ以上この壁に近づく運転したら車が傷つくんだと、こういう運転したら車にぶつかってしまうんだって、そのように経験を通して学ぶことになるんですね。知性というのは私たちを賢くし、私たちに力を与えます。しかし知性がなくても私たちは生きていくことができる。しかしながら知性をなく生きていった結果、経験で学びます。私たちは問題にぶつかって、このように生きたらこういう問題が起こるんだ、このように生きたらこういう痛みを経験するんだということですね。なので知性は私たちの守りとなり、知性は私たちがこの人生が正しく導かれるための力となるんですね。なのでこの魂のうちの一つには知性というものがあります。そして魂の中にもう一つ存在しているのが感情というものですね。感情は車に例えると 何に言えるかというと、ナビみたいなものです。私たちは感情が向くところに進んでいきますよね。やりたくないことっていつの間にかやらなくなります。私たちの感情に喜びがなかったり、私たちの感情に楽しみがなければ、そういうことって続かないんです。私たちは楽しんだり感謝したり喜べることを続けていけるようになります。そこにむしろ導かれていくようになります。なのでこの感情っていうのは私たちの人生を導くナビのようなものです。では最も大切なのは、この魂の中において意思というものですね。思考、このというもの、私たちが自分で考え、そしてその意思決定を持つ、これはハンドルのようなものです。その私たちが思考の中で意思決定する方向に人生は進んでいくこととなります。なのでまあこのナビに従わなくてもハンドル持ってですね、私たちは自分の意思決定で進むことができるんです。まあ、この昨年私はですね、長野の教会に奉仕に行ったんです。そしてその時車が新しくなったばかりでですね、まだナビを使い慣れてなかったんです。そしてその教会までの道のりを設定して、長野までの教会に行くことをですね準備しました。しかしながらですね、ナビが私が思っている道よりも違う道を示すんですね。で、私は思ったんです。私はナビよりも私の方がよく知ってるよと。ナビはこう示すけど、私の方が多分この渋滞を回避することができる。そして私が思う道を進んでいきました。渋滞があるところを横目にどん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 ですね、渋滞のない方向を進んでいって、こっちに行けばもっと早く行けるって思ったんです。しかしながらですね、そうするうちに高速道路いつの間にか違う方に乗ってしまってですね、長野に行くのにこの八王子からスタートして、まずはですね神奈川の方に行きました。そして神奈川からですね、そのまま静岡に入ってしまったんです。で、静岡からものすごい回って山梨に帰ってきて、山梨から中央道に入ったらですね、なんと初め乗った八王子からほとんど進んでないところに帰ってきて、もうショック受けました。だからですね、今年も同じ教会に導かれていく時にですね、本当にその日の朝夢見たんです。それはですね、車が独り立ちしていく夢見たんです。そして私が乗ってるのに車が違う方向行って、私はこっちだと思うのに車はそっちに行って、
そして車が言ったんですね、ナビに従わないなら置いていくよって言ってですね、車がなくなっていく夢見たんです。そして目が覚めました。そして私はその朝決心したんです。今日は絶対ナビに従おうと。そしてそこに教会に行くためのこの設定をしたら、そのナビがですね、私が思うのと違う道を、山道を示したんですね。そしてこの所要時間は、まあ、スタートしてからもう朝余裕を持って出たんですけど、3時までに行かなければならないのに、ナビを見ると2時半になってるんです。で、2時半になっていて、ナビがもう一度進んでると、この新しい道がこの検索されましたっていうので、それを見るともう1時ぐらいに着く予定になってるんですね。しかしそれは山道走るんです。私はその朝決心した通り、もうナビに従いますと。そしてナビに従って山道通っていったんですね。驚くほどに空いてる道をナビが導いてくれてですね、予定時間よりも2時間早く着きました。なのでナビに従うべきだと、その時ですね、私は学んだんですけど、まあ、とにかくですね、ナビに従わずとも私たちの意思で動くことができる。しかし私たちの意思で動いた結果、間違った方向に行くってこともあり得るんです。そのように私たちの魂の中にはさまざまな機能があります。今日は特にですね、この意思、思考ということを中心に見ていきたいと思います。これを尽くして神様を褒めたたえる、これを尽くして神様に仕えていくということですね。第2ペテロの2章21節から22節の言葉です。第2ペテロの2章、第2ペテロもトーラーポーションの新約聖書の部分の箇所です。第2ペテロの2章21から22、一緒に朗読していきましょう。はい。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。アメン。主の御前に立つときに、主から言われる宣告のうち最も苦しいものの一つが、知らない、関係ないということですね。もう一つ苦しい宣告の一つが、むしろ初めから知らない方が良かったですよ。御言葉知らない方が良かったです。福音知らない方が良かったです。私のこと知らない方が良かったです。そのようにですね、主から評価されることは本当に心苦しいことです。ここにですね、書かれています。彼らに起こったことはどういうことなのか。犬は自分の吐いたものに戻る、豚は身を洗ってもまた泥の中を転げ回る。すなわち私たちの内側が、心が、また思いが犬の状態であるなら、豚の状態であるなら、すなわちそれは聖書の中においては汚れた動物の象徴ですね。そのような存在であるなら、たとえ状況が変わっても、人間関係変わっても、職場変わっても、経済手に入れても、地位やポジションや評価を得たとしても、また私たちは惨めで虚しい中に帰ってしまうこととなるということですね。ある王国において王子が強盗に誘拐されました。そしてその王子は強盗の巣で育ち、そして強盗のように育ったんです。ある時その王国は王子が生きているということが分かり、兵士を出して、そして王子の捜索をしました。強盗の巣にその王子がいることが分かり、そして強盗を打ち倒し、その王子を救出したんです。王子は王国に連れてこられ、そしてその王国で何不自由ない生活、今までのように汚く泥だらけの部屋ではなく美しいベッド、今までのように本当に質素な食べ物ではなく豪華な食事用意されました。しかしその夜、王子は泣き叫んで言ったんです。僕を家に帰してほしい、早く僕は家に帰りたい、僕の家はここではないと。それは私たちの内側のアイデンティティを示しているようなものです。私たちはイエス・キリストにあって神の国を相続する、神の国の世継ぎとされています。しかしながら私たちの魂はいつでも、私たちの居場所は自分が育った場所、あの傷の中に帰ろう、自分が育った場所、あの肉の性質の中に帰ろう、自分が育った場所、あの苦みの中に帰ろう。絶えず絶えず私たちの魂は自分のこのキリストにある身分を古い性質に戻そうとする。なのでここで書かれているのは、私たちの内が変わらない限り、私たちの結ぶ身や
キリストにあって歩む歩みも変わらないということなんですね。この言葉は箴言の言葉から引用されています。そのようにことわざがあるってここに書かれていますが、そのことわざは箴言26章11節の言葉ですね。箴言の26章11節、箴言の26章の11節、一緒にこの御言葉を読んでみましょう。箴言の26章の11節、はい。犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。アメン。私たちの内が変わらなければ、思考が変わらなければ、結局いろんなものを変えようとしたとしても、またそれを繰り返すこととなる。また痛みの中に帰るようになる。また自分自身の苦みの中に取り込まれていくようになる。そのことをですね、この御言葉から覚えたいと願いますが、しかしこのシェマの祈りにおいても書かれているのは、私たちの全てをもって思い、心、体、全てを尽くして神を愛すること、それが主が願っておられる生き方ですね。そしてこの第二コリントの10章4節から5節には、それら全てを勝ち取ることができる。イエス・キリストにあって私たちはその思いや自分の考え、ここに勝利することができることが記されています。第二コリントの10章4節から5節、第二コリントの10章4節から5節の御言葉、一緒に朗読していきましょう。はい。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、アメン。すべての計りごと、すべての私たちの考え、これがキリストに服従する。すべての私たちの考えが主ご自身に統治されていく。このことをですね、今日中心的に見ていきたいと願いますが、もう一度注目してみます。計りごとは一つじゃないということです。すべての計りごとがあるということなんです。これですね、私自身が研究し学び実践している一つのことなんですけど、今日のメッセージはですね、奇妙に感じるかもしれませんが、ぜひ皆様の役に立つことと信じます。実はですね、私たちの思考を作り出している脳っていうのは、多くの場合これ2つのパートに分かれますね。左脳、右脳。しかしながら最近の脳の研究によって分かっているのは、左脳の中にも司令塔があり、右脳の中にも思考を司る司令塔があるってことが分かったんです。なのでこの脳の障害によって左脳と右脳のこの間の神経を切り取らなければならなくなった人たちの行動を見ると、不思議なことが起こるんですね。それは右手では今日朝準備するときにこの服を選ぶ、でも左手は違う服を選ぶんです。つまり右脳が出している指令と左脳が出している指令が全く違う指令だということなんですね。右手では家族を殴ろうとするのに、左手が止めるっていう、そういうこともですね、この脳の神経が右脳左脳切れたら起こるそうなんです。右と左手では全く違うこの思考の回路を持っているということなんです。その脳学者の権威であるですね、一人の、この女性、ジルボルト・テイラー博士というですね、博士がいます。彼女は脳外科医であり脳学者なんです。そして彼女の兄は自閉症を抱えていて、そしてその兄の本当にこう救いというか、兄がその少しでも良くなるために彼女は若い頃から脳科学を研究し続けました。しかしながらですね、彼女の身に起こったことは、自分が脳学者でありながら自分が脳梗塞になるんです。で、脳梗塞になって左半分のこの左脳が全く機能しなくなるんです。しかしですね、彼女はその時に経験するんですね。こんなに幸せを経験したことがないと。右脳しか動かなくなった時、全てのものがあまりにも素晴らしくて、朝シャワーを浴びるとき、その水と自分が一つのように感じるらしいんです。そして朝起きた瞬間から自分は愛されていて、自分は本当に生きる価値があって、人生は素晴らしい。ありとあらゆる嫌なことも一切思い出さない。人から受けた傷も思い出さない。苦みも全く思い出さない。あんまりにも幸せで幸せで、なんて人生は素晴らしいんだろう。
そんなに思い始めました。8年かけて彼女の左脳は回復するんですけど、しかし左脳が回復した瞬間にこのオンラインにこのまあこのリモートワークしててオンラインに急に人が入ってきますよね。それと同じように自分の中にオンラインに別のキャラクターが出てきて、急にいろんなことを思い出させたり、急にいろんな痛みを考えさせたり、そのようなですね、記憶がこう返ってきたらしいんです。しかしながら彼女は言いました。あなたには主人になってもらいたくないと、私はこのような幸せな人でいたい。その中でですね、彼女が研究に研究を重ね、医学的に脳科学的に研究を重ねた結果、脳には4つのキャラクターがあるということを発見するんですね。そしてそれを本に書き記しました。そしてまず1つ目の脳のキャラクターというのはですね、左脳の思考を司っているそのキャラクターというのが存在しているんです。これは私たちが分かりやすい言い方で言うならパリサイ人ですね。とにかく正しいことを主張します。そしてこれが正しい、こうすべきだ。日本人は特にこの左脳の1のキャラクターっていうのはものすごく強いです。これはルールだからこうすべきだ、みんながやってるからこうすべきだ、また他人と自分をよく分けます。なので分かりやすく言うならマルタですね。自分はこれだけやってるのに妹はやってない、そのように主張する。自分は正しいことをしているのに彼女は間違っている。これが左脳の1のキャラクターなんです。しかし悪いことだけではないんですね。その左脳の1のキャラクターがいるので私たちは遅刻せずに礼拝に来ます。その左脳の1のキャラクターがいるので、社会性があるので、私たちはその職場の中においてもこのちゃんと働こうとします。また私の筋肉を守ってくれているのも左脳の1の存在なんですね。なぜならこの左脳の1はとにかく規則とそしてルーティーンを好むんです。だから今日は感情的にはトレーニングしたくない、もう体疲れている、でも左脳の1が呼び続けるんです。メニューをちゃんとやらないとメニューがずれるから、しんどくてもやろう。そしてその左脳の位置に従って私はトレーニングをすることができる、食生活を整えることができるのも、全て生活を整えているのは左脳の位置のキャラクターなんですね。なので最後にまとめますけど、ぜひ皆さんこのキャラクターに名前をつけるといいんですね。何でもいいです。マルタでもいいです。再市長でもいいです。パリサイ君でもパリサイさんでもいいです。私はですね、この左脳の1のキャラクターに聖君という名前をつけました。正しい、正論をとにかく言う、もうとにかく正論を持ってくるんですね。そして何が正しいか、何が間違っているか、それを明らかにしようとします。これが左脳の1のキャラクターにあたります。そして左脳にはもう一つのこの感情の部分があるんです。これも一つのキャラクター、それがこれが一番厄介なですね、問題児、エゴっていう部分なんです。私たちが誰かから傷つけられたことを思い出してきては、ずっと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 脳内でそれを繰り返します。それはだだっこのように、幼子のように私たちの脳の中で叫び続け、あの時こんなこと言われた、この時こうされた、あの時こう傷ついた、私は惨めだ、かわいそうだ、自己憐憫の思いを思い起こさせて、ずっと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 それを考えさせ続ける、それが左脳の2のキャラクター、エゴという存在ですね。私はこの名前ですね、そのままつけてエッゴ君って呼んでるんです。セイ君にエッゴ君っていう存在がいます。そして右脳の方に行きますと、右脳の1、これは右脳の感情の部分ですね、まあ、4つありますので、1、2が左脳、そして3番目の1つがこの右脳。これはですね、もう今この場所だけに集中するんです。もう無邪気さに満ち溢れた存在、過去もない、未来もない、今この瞬間を楽しみたい。例えばですね、もう海に行ったら飛び込むタイプです。後先考えず、とにかく海に行ったらそのまま飛び込む。私たち左脳の思考がよく働くなら飛び込むのを躊躇するんです。これ飛び込んだら大変だな、着替え持ってきてないし、どうするんだ、そして飛び込んだ後は砂浜歩くと砂だらけになって気持ち悪い、そしてそのまま車に乗ったら車が汚れて大変なことになる。これはもう飛び込むべきではなく、もう見るだけで海を楽しもう、これは左脳の考えなんです。
でも右脳が優先される人はとにかく後先考えず飛び込みます。もう後の着替えとかあと砂がつくとか関係ない、今を楽しみたい、とにかく今の素晴らしさを味わいたい、無邪気なこのもの性質を持っている、その性質が右脳の3のキャラクターですね。これですね、私はコッコちゃんと呼んでるんですね。今ここを楽しむコッコちゃん。皆さんは何てつけても構いません。マリアでいいです。マリアはもう別に食事の準備も後片付けも気にせず、今この瞬間イエス様と楽しみ、イエス様の声を聞きたかったんです。イエス様の語ることを喜びたかったんです。今この瞬間生きてたのがマリアですよね。もうまさにマルタとマリアは左脳と右脳の性格を明確に表している2つのキャラクターですね。そしてこの右脳の4番目のキャラクターが最も大切なんですね。これが神とつながっている神の子としての意識、もっと言うなら内なるキリスト、内側に働く聖霊様の働き、これが右脳の4番目の働きということができます。これは世の中の人においても、神様知らなくても何か超自然的なものを求めたり、また自分の力を超えたものを求める、それは右脳の4番目の働きなんですね。神を知る私たちは神とつながり聖霊様の声を聞く。実は台湾に行った時にですね、あそこにおられたこのデビさんっていう優れたこの預言者の、そして彼女の預言のミニストリーは本当に実を結んでました。とにかく人を責める預言ではなく、罪に定める預言ではなく、神様の愛を預言を持って語る。それを通してですね、一人の社長が変えられ、社長が変えられたことを通して会社が変えられ、もう素晴らしい証が彼女の働きを通して次々と生まれているんです。彼女はたくさんの傷も痛みも経験しましたが、しかし今はそこから立ち上がり豊かな実を結んでいる、その預言の働きをしている女性ですね。その先生が私たち日本から来たこの学ぶ者たちに少し教えてくださった内容の中で、私は初めてこういうことを言う人を聞いたんですね。預言の働きは右脳の働きですと。右脳で神様の言葉をキャッチしますと。私は右脳で神様の幻を見、そして右脳で神様の声を聞いています。そのようにですね、その先生が言っておられたんです。これ実際に脳科学的にも研究されていることで、右脳のその働きっていうのは超自然的なものとつながる。すなわちその右脳の4番目のキャラクターは内なるキリスト、神の子である私たちの姿、また私たちの内側に働く聖霊様の姿です。ではこのように 1,2,3,4 と出揃った上でですね、私が日頃しているこの歩みを紹介したいと願うんですけど、脳内会議っていうのが開かれるんです。そしてこの脳内会議っていうのはですね、何か問題が、例えば何かもう議題がいっぱい出るんですね。で、多くのほとんどの議題は左脳の1か2がほとんどの議題出します。例えばですね、例えで挙げてみましょう。あの時何か傷ついて嫌な思いをしたっていうことをエッゴ君がもうずっと言い続けるんです。で、ずっと思いの中でそのことを嫌な思い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 繰り返して、何をしていても何をしていてもそれがずっと巡ってきます。そうすると私は言います。さあ脳内会議の時間だと、みんな集まって脳内会議をしよう。そしてそのこの会議を進めていくんですね。エゴ君からのメッセージが来てますと、訴えが来てますと、エゴ君がずっと痛い苦しい、自分が傷ついたって言ってる、そのことを今議題に挙げますと。で、その中でですね、まずとても重要なポイントがあるんですけど、私たちの感情っていうのは90秒でまず落ち着きます。何かカッと怒りが来たり、すごく悲しい思いが来たり、何か自分の中に激しい思いが来たとき、ぜひ何かを口から出す前に、何かをアクションする前に90秒間息を深く吸って心を落ち着けてみてください。そうすると私たちのこの感情というのは多くの場合落ち着くものだと言われているんですね。なので何かそういう思いが来たときに90秒間まず深く息を吸い、心を落ち着けます。そして会議を開催します。ではこのエゴが私の中でいっぱい呼んでるけど、じゃあこのことを議題としてあげよう。じゃあ一番のその脳の聖君ですね、
していく、あ、ま、ごめんなさい、そこに行く前にまずですね、感謝するっていうことをするんです。ぜひ感謝してみてください。英語くんがこの議題を挙げてくれたことを感謝しますと。なぜなら彼が傷ついてくれたからこそ私の人生は今まで守られた。彼が代表になってその痛みを受けてくれた。彼の存在を感謝します。そのようにするときに皆さん、私たちは自分自身の魂を包むことができます。多くの場合私たちですね、先週も述べましたけど、すぐ切り捨てるんです。嫌な思いが出てきた、これは違う思いだ、サタンよ、私の中から去れ。しかしそれは表面的に枝と実を切っているだけなので、根はあるので、またすぐにそれが出てきます。何度も何度もそれが呼びかけます。それは海、この水、海の底から魚が上がってきて、ようやく珍しい魚が出てきたのに急に捕らえようとするので、また去っていくような状況ですね。私たちの中に何かそういう痛みを訴える思いが出てきたのは、実はそれを取り扱うための機会なんです。神様はそこに触れたいと願っておられるんです。なのでエゴが痛い、苦しいっていうのを訴えたら、私たちはまずそれを落ち着いてみる必要があります。ああ、こういう痛みがあるんだね、こういう苦しみがあるんだね、そのことを落ち着いてみて、そして君がこの議題を挙げてくれたことを感謝します。なぜならその痛みをあなたが感じてくれたから、あなたが受け取ってくれたから。そこまでいきます。まず1番目が心を落ち着かせる、2番目がそれを静観してみる、そういう傷があったんだな、こういう思いが自分のうちにあったんだな、静観してみる。そして3番目は感謝するっていうことですね。そして4番目は脳内会議が開かれます。では聖君はどう思うでしょうか。正しい1番のその脳はどう考えるかってですね、そのことを会議開くんです。そうすると1番が言うのは、いや、聖書では許すべきだと書いてある、だからこれは今すぐ許すべきだ、許すことが正しい、そのことを主張します。では私の左脳の2は、やだ、傷ついた、自分が痛い、自分が嫌な思いした、そのことを訴え続けます。で3番目のこの脳は何を言うかというと、これ実際に私が車を運転しててこういうことを経験したんですね。あることに対して思いが浮かんできたときに、車を運転しながら、じゃあ脳内会議しましょう、そしてそのことを思い巡らしながら、1は正しいこといっぱい言います、こうすべきで、ああすべきで、これが正しい。2は自分の感情をいっぱい言います。その時3は何を言ったかというと、今流れている音楽がいい音楽だって言ったんですねその時聴いていた音楽がすごくいい音楽で、あ、この音楽をただ聴きたい、今ここを楽しみたい。そして4番目のイエス様のにある意識、イエス様ご自身は私をどう導かれますか、そのように聞きました。そうする時にですね、その中でその時車を運転しながら主が答えてくださったのは、何が正しいか悪いかではなく、ではその痛みを持ったことの人々のために取りなし祈ろう、そのために今ここで心を合わせて私たちは一つになって祈ろう。そしてその時その意見を採用しました。イエス様、あなたが導かれる意見が最も私の思考の中で正しい意見です。なので今私の思いを尽くしてこの痛みを祈りに変えます。そして祈った時にその問題が自分の脳の中で解決するんです。その時に分かるんですね、すべての試練が主に従うようになる、すべての私の考えが主を褒めたたえ、主の道を歩むようになるということを経験するんです。これは本当に自分が作り出している言葉なんじゃないかとか、自分が勝手にやってるんじゃないかって思うんですけど、皆さんぜひ心静めてやってみてください。自分では考えもつかないことが本当に答えとして与えられるんですね。自分自身が取り組むその取り組みに対して、この脳内会議を開きました。そして一通りの会議を開いた後に、イエス様、私のうちに生きておられる聖霊様、あなたは何を導かれどう考えておられますか、そのことをですね聞きました。そうすると自分の考えでは絶対に思いつかない思いがあふれてきたんです。それは何かというと、白か黒かとか何が正しくて間違っているかではなく、そこで語られたのは、私たちはみんなチームだと、
この4つの思考があったとしても私たちはみんな同じチームであり、これは共に一つとなって取り組むべき私の人生、私たちの人生の課題なんだと。そして脳内会議を解散するときに、その私の内なるイエス様の思いが最後に言ったんですね。集合場所を決めましょうと。これからそれぞれに帰って、またエゴ君はエゴ君なりにそれぞれエゴを主張します。もう会議開いたのも忘れて、またエゴは叫び続けます。セイ君は会議開いたのも忘れて自分の正しさを主張します。しかしながら私たちは集合場所をもう一つ決めるべきだ。感謝するところに集まりましょう、共に主を見上げるところにまた集合しましょうって言って、私の脳内会議は解散したんです。こういう楽しい毎日を生きてるんです皆さん。これ一体何のこと言ってるのかわからないかもしれないんですけど、やってみてください。そうするときに、あ、私の思いがただ一つとなってイエス様に服従していく、ただこうだからこうなんだ、これはもう立法だからこうなんだ、正しいからこうすべきだという、何かこう二元論ではなく、一つ一つのプロセスを経て私の思い、それがすべてキリストに従うようになっていく、そのことを経験するんですね。詩編読んでみてください。詩編はすべてプロセスです。その中でエゴが叫びますよね。私が傷ついた、私は痛い、一人ぼっちになっている、なんで黙っているんですか主よ、いつまであなたはこのような私を放っておかれるんですか。そのようにエゴが叫び声を上げます。そうかと思えば正しいことが述べられます。主は真実なお方である、主は大いなる神である、主は賛美の中に住んでおられる、そのようなですね、真理が述べられます。それと同時に主ご自身の麗しさや真実さを楽しんでいる、そのようなこともその中に記されています。そしてそのように自分の感情や思いを告白する中において、神が語られ、神がその中に答えをもたらされる、これが詩編の世界ですね。すなわち私たちはただ何かこうイエスかノーかではなく、ここに書かれている通り、すべての詩編が一つとなってキリストに服従させられていく、このことをですね、経験することができます。ローマの手紙にはこう記されています。ローマの手紙の8章13節から16節少し皆さんにとってですね、聞き慣れのないことなので、今日はこのメッセンジャー何言ってるんだろうかって思ってるかもしれませんが、しかしこれは脳の中で起こることなんですけど、実際に私たちの人生に起こること、そしてほとんどのことは先ほど見たこのペテロの手紙の通り、内側のものが外側に現れるんです。内側に犬の性質があるなら、私たちは何度もそこに帰ることになる。内側に豚の性質があるなら、何度もそこに転がり回ることになる。私たちの思いが変えられなければ、結局人生のいろんな領域が変えられても、また同じところに帰ることになってしまいます。だから主は私たちの思考を変えたいと願っておられる。そのためにはですね、私たちの思考が一つになってキリストに服従していく必要があるんですね。なのでこの思考の領域に主が触れてくださる。そして内に起こることはほとんど外に起こることに反映されていきます。内で解決するなら、外側のことも解決していくこととなります。ほとんどのフラストレーション、ほとんどの憤り、そしてほとんどの悩みっていうのは内側で起こっているものなんです。なのでそこに対する解決を私たち得ていく必要があります。ではその中で経験するのは、神の子である私の性質が私の思いを支配していくこと、統治していくこと。今まではずっと私の善悪の木の実、正しいか間違っているか、何が義で何が悪かっていうことが王権を持ち続けてきました。そして その正しいか間違っているのかっていうのと仲がいいのがエゴです。私が中心にいたい、私が王でいたい、私が全ての善悪の基準である、そのような脳科学的に言うなら左脳の思考が私たちの人生を統治していました。そして神がどう思っているのかとか、神にあって今その愛を受けるとか、主ご自身の臨在を喜ぶ、そのような機能は全部追いやられていたんです。しかしながら私たちがそのことを意識し取り
扱い始めるときに王権が回復するようになっていきます。主が主として私たちの思考を統治されるということを経験するようになります。そして私たちの内側に回復する一つの性質が神の子としての主権、神の子としてのアイデンティティが回復されていくことを感謝いたします。ローマの8章14節15節こう記されています。ローマの8章のですね、まあ、13節から読みましょう。ローマの8章の13節から16節の言葉ですね。ローマの8章の13節から16節、はい。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。アーメン、アーメン。ここにですね、御霊によって体の行いを殺すのであれば私たちは生きる。これは先ほど述べた脳の機能の一つですね。肉の思いというのは絶えず私たちの思いの中に主張し続けます。私の欲望を満たしたい、私の願望を叶えたい。内側で起こっていることは全部外側で起こることです。例えばですね、情欲というものは内側で抱いたら、それが実は脳そして体的にはすでに私たちが情欲を行っているって認識するらしいんです。これは脳の機能において、実際に例えばそういうこの情欲を抱いたらそれが体に変化として現れたり、感情に変化として現れる。それはもうすでに考えたら行っていると認識するのと一緒なんですね。だからイエス様言われたんです。あなた方が心で情欲を抱いたのであれば、すでにそれは姦淫の罪を行っているのと同じですよ。あなたが心の中で誰かを憎み、そして誰かを恨んでいるのであれば、すでにあなたは殺人の罪を犯したのと同じです。私たちの考えでこう考えていること、思考していることは全部それはいずれ外側に出てくるものになるんです。だから重要なのは私たちの思いがキリストに統治されていくこと、そして私たちの心がその結果変えられていくこと。パウロは終わりの時代について語った上で、第一テサロニケの5章、救いの兜と正義の胸当てをいつもつけていなさい。エペソの6章においては、祈りまで加えて、御霊によって祈ることまで加えて、全部で7つの神の武具を述べました。しかし、第一テサロニケ5章においては、そのうちから2つだけをピックアップし、思いが守られる兜、そして心、感情が守られる胸当て、それをいつも装備していなさい。そんなに述べているんですね。だから私たちが本当にこの時代の中にあって、思いと心が守られるってことはものすごく重要な歩みとなります。そして肉、この思いは絶えず肉の思いとか自己主張をし続けるエゴに支配されています。しかしながらここに書かれていますね、御霊がそれを打ち破るなら私たちは命の中を生きるようになる。そしてそのように神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供と呼ばれるのです。もう一度言います。思いの中にはエゴの思いもあります。思いの中には御霊につながる、神とつながる聖霊様による思い、神の子供としての思いもあります。それが優位に立ちますように、それが私たちの思いの主権者になりますように、私たちのすべての決定事項のすべての主権をこのお方が持ちますように。そのためには私たちのすべての思考が虜となってキリストに服従させられていく必要がある。ということは彼らの性質を知り、彼らをまとめてイエス様のもとに連れていく必要があるんです。私たちは多くの場合、あの人を導かなければならない、この人を導かなければならない、この人をどう教えたらいいのかって思うんですけど、一番導かなければならない人がここにいます。私たちの思いも分裂しているのに、私たちの心の中にはもうパウロと同じように、パウロもローマの7章では分裂してるんです。一つの考えにおいてはもう律法に従いたい、それがそうすべきだ、それが正しいことなんだ、
しかしもう一つの自分のエゴと肉の感情においてはそこから反する生き方をしている。一体私はどうしてしまったんだ。これは私の中にもう罪という人格がいるっていうことを私は発見した。そして誰がこの罪の体から罪の支配から私を救ってくれるのか。本当に私は惨めな人間です。そこまで彼は至ったんです。しかしながらその結果彼が見出したのは、しかし今はキリストイエスにあって感謝捧げます。なぜならキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないからです。でさらに続いてこの8章に至って、今度は肉が支配する生き方、エゴが絶えず思考や生き方を統治するのではなく、神の子としてのアイデンティティが自分の中に回復していくこと、御霊が私を統治する生き方、それを彼は見出すようになっていきます。私たちの中においても全く同じことが起こっているんです。絶えず思考の中に分裂が起こり、私たちのエゴは自分の傷を主張し続けます。自分の欲を主張し続けます。自分自身の自己中心を主張し続けます。私たちの中のその良心、正しい部分は善悪だけを主張します。何が正しくて何が間違ってるのか、あの人が悪くてこれが正しい、そのように絶えず善悪の木の実の結果として良い悪いだけを判別しようとします。しかしもう一つの人格が私たちの中に必要です。それが王となる必要があります。それは神の子であるイエス・キリストの姿が、イエス・キリストの形が、イエス・キリストにある思いが私たちの中に回復していきますように。彼が私たちの考えと生き方を統治してくださいますように。なので今日この考えにおいてですね、聖書の中には心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてとあります。その思いが統治されて、それが一つとなって主に使える必要がある。なので、その分裂した私たちの思いということをですね、説明しました。そして、聖霊様の働きが私たちの考えの中に働くとき、神の子であられるイエス・キリストが私たちの思考を統治されるときに、15節書かれている通り、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではない、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちはこの御霊によってアバ父と、遠く離れた神様をもはや遠い存在でなく、私のお父さんアバ父と呼ぶことができる神の子としてのアイデンティティが私たちの思考の中に、生き方の中に回復していくことを感謝します。そしてそれはここに16節書かれているんですね。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証しをしてくださると。さっきも言いました、ぜひ皆様、自分の何か感情がすごく湧いてきたときに、まず静まって、誰かを恨む代わりに、誰かに対して怒りをぶつけて、それをもう何度も何度も繰り返して一日を終える代わりに、脳内会議を今日から開いてみてください。しばらく心を沈めます。さあ脳内会議スタート。じゃあ議題を挙げてください。自分の中で一番問題となっている、自分の脳が、エゴが何を主張しているのか、それをもうこう何か引っ張り出して裁判の席に立たせるわけではなく、それを静かに見守る必要があります。あ、私にはこういう癒されてない傷がまだあったんだな、私の中にはこういう感情がたくさん存在していたんだな、私の中には人の成功を喜べない思いがあったんだな、私の中には人を祝福できない思いがあったんだな、そのように自分の感情をただ見つめます。そして感謝してみてください。そのことが教えられたことを感謝します。私の中のエゴ君、エゴさん、それを今日議題に持ってきてくれてありがとう。なぜなら今日私が癒される日であることを感謝します。今日私がそのことを取り扱われる日であることを感謝します。私たちのエゴっていうのはもちろん最終的には砕かれて、そしてイエス様の似姿に変えられる必要があるんですけど、皆さん、それを切り捨てて、それを私たちが踏みつける存在ではないということですね。私たちの思いも全部、人生も含めて創造されたのはイエス様です。私たちは自分のある部分が
良くてある部分は間違っているって思うので、いつもいつも心の中に分裂が起こるんです。思いの中に分裂が起こるんです。そして分裂が起こった結果、神が働くことができないんです。なぜなら2人3人が一致しなければその祈りは聞かれないからです。自分の中でも絶えず自分を責める思いと自分の義を主張する思いがもう分裂し合っているなら、神様の前にまっすぐ祈ることができなくなるんですね。なのでそのエゴも含めてイエス様の十字架のもとに連れていく必要があります。まずは私の中にこういう傷があるんだな、こういう痛みがあるんだな、人のうまくいくことを喜べない思いがあるんだな、何か他の人に対する痛みがあるんだな、自分の中に欲望があるんだな、それを持ってきて、そして今日これが議題に出たことを感謝します。感謝してみてください。そしてその結果会議を開きます。では正しい主張一番の皆さん、これ自分で名前つけてみてください。今日今度聞いてみます、どういう名前つけたかマルタでもいいです。一番もう一回言います。一番は正しい人なので、マルタでも裁判官でも再市長でもパリサイ人でも構いません。とにかく正しいことを主張します。それは何を自分の中で語っているのか、そうすると言うはずです。こうすべきだ、これが正しい、一般的にはこう言われている、聖書にはこう書かれているから、これがもうこうすべきなんだ。そうするときにまた感謝してみてください。正しい主張、そのような両親が私の中に働いていることを感謝しますと。そしてエゴは相変わらず感情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 、私は痛んだ痛んだ、無視された、苦しい辛い、じゃあそういうふうな感情が生きていることも感謝してみてください。そして3番目のその自由奔放なマリアさんですね。ただ今を本当に生きたい、楽しみたい、そのようなほとんどここ話さないんです。皆さん、私たちが生きているとほとんど左脳だけがずっと話してるんです。左脳だけがあたかも主人のように自分の人生を支配しているんで、意識し始めるとそこが動き始めるんですね。これものすごく重要な人間の体の機能なんです。前も言いましたが、ボディービルダーが鏡を見て体を見てるのはナルシストで見てるわけじゃないんです。あれ、鏡で体を見ると脳神経と筋肉がつながるんです。そしてどこをどう動かして鍛えるべきかって、動かし方と鍛え方が脳と筋肉がつながって動き始めるんです。それをやり始めると脳が筋肉に変わっていくんです。その結果何が起こるかというと、ちょっと調子が悪い、筋トレしようってなるんです。今日体調悪いな、筋トレしよう、そしたら治るんです。風邪ひいたかもしれない、筋トレしよう、だいたい風邪なくなってるんです。ああ今日辛いな、心苦しいな、筋トレしよう、忘れてしまうんです。これがもう脳が筋肉になった状態です。とにかくまあ意識したところが私たちは活性化していきますので、この右脳の機能というのはほとんど眠ってるって言われてるんですね。今私は本当にこのマリアのようにそのような性質は何をしたいのか、そうすると言ってくれるんです。本当に例えば人間関係の問題に対して会議していても、もう 僕は正しいか間違ってるかではなく、その人と仲良くしたいとか、ただ愛の中を生きていきたいとか、不快な思いではなく本当に感謝の生き方したいとか、そういうことを主張してくれるんです。ああこういう思考が自分の中に働いているんだということを経験します。そして最終的に私のうちに生きておられるイエス様、私の中に働いておられる聖霊様、あなたは何を導いておられますか、何を私の思いの中に語りかけてくださいますか、何をあなたは言おうとしておられますか。耳を傾けるときに本当に先ほども言った通り、自分の思考が作り出した、自分が勝手に思い出した言葉ではなく、こんな考え方があったのか、こんな思いを持つことができたのか、善悪ということをはるかに超えて主ご自身の愛によって生きるときにはこうして生きることができるのか、そのようなですね語りかけを得ることができるようになります。そうするとき皆さん何が起こるかというと、私たちを通して予言が解き放たれてきます。
私たちが左脳で見るならその人の善悪しか見ないんです。あなたにはこういう問題があって、こういう課題があって、こういう必要があって、そのようにですね、その人の知り得る情報で祈ります。これは御霊による予言ではなく見た目による予言ですねその人の大体の状況を知ってですね、良いか悪いかだけ判別する。しかし私たちが聖霊様の声を聞き始めるときに、主は私たちの知り得ない神様の語りかけ、またその人の今の現状とか今の抱えている課題とか問題を超えて、その人の中にある主にある希望を主は教えてくださること、解き放ってくださることを感謝します。なのでまず自分自身からそのようにですね、この自分のカウンセラーとして自分自身を取り扱うときに、私たちは正しくこの思考を主に捧げることができるようになる。そして私たちの思考はここに16節に書かれている通り神の子供ですよ。そのように私たちの霊とともに御霊なる主は私たちが神の子として生きるときにどう生きるべきなのか、イエス・キリストの似姿として生きるのはどういう生き方なのか、イエス様ご自身の性質を持つということはどういうことなのか、そのことを語り教えてくださいます。19節、これも読んでいきます。8章の19節一緒に朗読していきましょう。はい。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。アメン。すべての作られたものが待ち望んでいるのは神の子供の性質を回復した者たち、神の子供のアイデンティティを持った者たち、神の子供の権威を回復した者たち、その者たちが立ち上がるのをすべての被造物が今か今かと待ち望んでいる。聖書にはそのように記されています。天国に私たちは行き、そして天国に集められるとき、そこに登録されている人々っていうのは信者たちとは書かれてないんですね。ヘブルの12章に書かれている通り天に登録されている長子たちの教会って書かれています。天に登録されているのはもう一度言います、信者たちの教会とは書かれてないんです。長子、すなわち神の子供としてのアイデンティティを回復した者たちの教会、それが天に登録されている教会の姿です。そしてそれが私たちのなるべき姿であることを感謝します。神の子供である性質が私の中に回復していきますように、私の思考の中に神の子供であるイエス様が主権者として統治し続けてくださいますように、すべての私弁主張、神に反する反抗する思い、高ぶり、もろもろの思いが一つとなってキリストに従っていくことができますように。第一ヨハネの3章2節を読んで終わっていきます。第一ヨハネの3章の2節、第一ヨハネの3章の2節。はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かります。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。アメン。私たちはすでに今キリストにあって神の子供です。しかしながら私たちはキリストが現れたならキリストに似たものになることが分かります。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。では神の子としてイエス様の似姿に変えられるためにはイエス様を見る必要があるということです。私たちの思考が何を見てますか？毎日失敗した私ですか？過去の罪にはまり込んだ私ですか？傷ついた私ですか？フラストレーション持った私ですか？正直に皆さんの思考を分析してみてください。先週1週間の考えたことが全部 YouTube に流されて私はハッピーって方いますか？ぜひ全世界に私が考えたことを知ってもらいたいっていう人いますか？それとも知らないでほしい？ほとんどそうですよね。私たちの一日の思考を映像化してみたら、
本当にとんでもない神の思いに反抗する思いとか、また自分のエゴの主張とか、そういうものがいっぱい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 再生され続け、それを思考の中で見続けているんです。だから何が起こるかというと、泥の中を転がり続けるんです。だから何が起こるかというと、悔い改めます、主の道を歩みます、イエス様あなたが私のすべてです、泣いて祈る。でも生活においてはまた自分が吐いたもののところに戻るんです。それは自分がそれを見てるから、そのように生きるようになる。では聖書の原則においては、キリストを見るとき、キリストの似姿へと変えられていく。私たちの心を尽くし、思いを尽くして主を愛そうでありませんか。私たちの思考が一つになってキリストを見上げ続けることができますように。それだけではなく、イエスキリストにあって自分が何者であるのか、そのことを知ることができますように。私はですね、それを忘れないようにノートに書き記したんです。一つ一つ毎日それを祈りながらですね、ノートに書いてます。朝ごとの祈りの時に、私はキリストにあってどのようなものであるのかということをノートに書き留めたものを改めて読み上げて心に覚えます。最近加えた一言は、全然わからない一言を書いてしまったんですね。これ何で書いたんだろうか、今日の朝読んでて思いました。しかしそこに書かれていたのは、私たちはチームであるって書かれてたんですね。何だろうこれは。それは脳の中でその言った言葉ですね。私たちはみんなチームなんだと。これをバラバラに分けて、あなたは正しくて間違っていて必要ないって言えるものではなく、私たちは最終的に一つとなって取りことされて、主ご自身を褒めたたえるようになる。私たちはだから、この人生に起こっている問題は、ただこのパートとかこの部分とかこの部分とかこの課題ではなく、私たちみんなが乗り越えていくことができる課題であり、私たちはみんなチームであり、そして帰るべきところは感謝するところを集合地にしよう。そのようにですね、本当にこの自分の脳内会議をするときに、聖霊様が内側の声として語ってくださったことをそこに書き記したんですね。その時に私の思い、心、すべてを持って主ご自身を褒めたたえることができる、そのことを一歩一歩今学んでいる最中です。それですので、今日語ったことはですね、ぜひよくわからない難しいこといっぱいあるなと思うかもしれませんが、実際に皆さんちょっと素直になって考えてみましょう。私たちいっぱい祈ってるじゃないですか。そしていっぱい礼拝して感謝して聖書のことを学んでる。でも自分の思考とか生き方を見て、どう変化が今ありますか。私も含めて、本当にもっと主が私の中に働き、主が主権者として統治するのを経験しているはずだった。しかし相変わらず私の中には自己主張するエゴがあり、肉の性質があり、そしてキリストに反抗する思いがあるということは、そこに私たちは光を当てて取り組んでいく必要があるということです。一つ一つ聖霊様は、今は奇妙に感じるかもしれませんが、私たちがこのことを思って祈り始めるときに教えてくださいます。そして私たちの中にある私弁や主張や高ぶりや神に反する思いを一つ一つ、一日一個ずつかもしれません、数日間に一回かもしれません、でもそれを目指してくださって、そしてそれをキリストのもとに持っていき、主がその領域において王であり統治されるお方であることを私たちに教えてくださいます。そうするとき、思考の中で解決したことは私たちの人生の中においても解決を見るようになります。今まで傷んでいた傷がもはや私の心に影響を与えないということを経験するようになります。今まで私が絶えず反応していた自己中心のわがままの反応が抑えられていく、そこに解決が与えられていくということも経験するようになります。なのでぜひ皆さん、今週何かこうフラストレーションを感じたら、その時こそチャンスです。何かに対して苦みが湧いてきたら、その時こそ会議スタートの時です。ぜひそのもう主権者、彼らに主権を与え続けて、一日中その主張を聞き続ける代わりに、じゃあそれを一緒に会議の場に出して、
そして最終的にイエス様のもとに持っていこう。そうするときに私たちの中に犬の性質、豚の性質から神の子へと変えられていく。神の子が統治し始める。肉とエゴを打ち破って神の子キリストが私たちの思念、考え、全ての統治者になるってことを経験することを感謝いたします。なのでもう一度言います。今日のメッセージは本当に奇妙なメッセージをしました。しかしながら実際的に私たちの考えが変えられるとても大切なこの手助けになりますので、これは聞いて恵まれたか恵まれなかったかではなく、実際にやってみるときに本当に主が私の思考の中に働き始めるということを経験します。なので共に立ち上がり賛美しましょう。私たちが恐れの奴隷、絶えず思考の中でエゴに引き戻そうとする、傷に引き戻そうとする、心配や恐れに引き戻そうとする、その考えが打ち破られて神の子であるその姿が私たちの中に回復していきますように。共に賛美し、そして賛美の中で一緒に祈ってまいりましょう。主は私を包まれる聖霊様、私たちを導いてくださり、そしてこの体も思考も魂も全ての機能を創造された作り主のもとに私たちを持っていきます。私たちは計り知れないことがたくさんあります。しかしながら聖書の中には、私たちの計りごと、私たちの思念、ありとあらゆる主張、高ぶり、それらは一つにまとめられてキリストに服従するようになることを、そのような約束が記されていることを覚え感謝いたします。また私の内側で絶えず聖霊様は、あなたは神の子だ、あなたは神の子だ、神の子として生きることができる、そのように証しし続けてくださっていることを感謝いたします。今私の思いを、主よ、へりくだりを持ってあなたの御前にお下げいたします。一緒に祈ってみましょう。皆さんの考えの中でずっとずっとずっと繰り返されるループしている思いは何かありますか？誰かに対する怒りであったり、誰かに対する苦みであったり、それは朝起きてもそれが浮かんできて、
ありとあらゆる方法をやってみた。悔い改めたし、そのこと告白したし、しかしながらずっとずっと今も私の中にそのネガティブな感情が思いの中で浮かんできては、絶えず私の感情も引き連れて惨めな虚しい思いに引き止めてしまう。ずっと出てくる欲望、ずっと出てくる自己否定の思い、何でも構いません。今聖霊様の中で主が私たちにそのことを示してくださいますように。もしそういうことが自分の思考の中にずっと働くものがあるのであれば、今主の御前に正直に告白してみましょう。しばらく心静め、自分の内を見つめてみましょう。私の思考の中にある怒りであったり、自分が傷ついたという思いであったり、恐れであったり、不安であったり、今それを見出すことができたでしょうか。それを告白してみましょう。主よ、私はこれがずっと思いの中支配してます。こういう思いがずっと私の中にあります。そのことを今この演奏がですね続く中において、正直にぜひ皆様、これはうまく祈る必要も綺麗に祈る必要もありません。重要なことは正直に告白することです。今しばらく主の御前にその私の思考の中にある思いを正直に告白していきましょう。することができたでしょうか。箴言には23章、その人は考える通りの人間である。もし私たちがずっと怒りや苦みを持っているのであれば、人間関係を変えても新しい場所に行ってもまた同じトラブルが発生します。何かを持っても、地位を得ても、結局私たちは泥の中を転げ回ることになります。それはすべてこの思考の中にあるものが作り出している現実です。今それを認めることができたのであれば、しばらく主に感謝する時間を持ってまいりましょう。主よ、このことを教えてくださってありがとうございます。私のエゴをも用いて今このことを浮上させてくださりありがとうございます。私の正しさをも用いてこのことを今私の中に教えてくださりありがとうございます。否定的な感情も苦味の感情も、それが今示されたことを感謝して、しばらく感謝を告白して祈ってみましょう。今共にレッスンしていきます。私の中の正しさはどうすべきだと私に語りかけるでしょうか。聖書の言葉を用いて、あなたはこうすべきだ、世の中の一般論を用いて、一般的にはこうすべきだ、人の評価を持って、この人がこう言ってるからこうすべきだ、そのような意見がですね、自分自身の中に起こっている問題に対して自分の中でずっとずっと語りかけ続けます。その語
りかけをテーブルに出してみましょう。私はどうすべきか、正しいことは何なのか、何が間違っているのか。それを今考えることができたでしょうか。進んでいきます。私の感情はどう言ってるでしょうか。私のエゴは何を主張してるでしょうか。仕返ししたい、理解してほしい、私の傷に対する償いが欲しい、何でも構いません。本当に私のそのエゴが主張していることをそのまま今聞き、どうしてほしいって言ってるのか、訴えているのか。それをテーブルに出してみましょう。私の肉は何を言ってるでしょうか。自己中心性は何を言ってるでしょうか。エゴは何を叫び続けてるでしょうか。では続けていきます。今ここに生きてる私は何を経験したいと願ってますか。問題の中にあっても感謝することを見たい、暗闇の中にあっても光を見出したい、さまざまな課題の中にあっても美しさを見たい、ただ今主を褒めたたえ感謝捧げたい、今ここに私たちを置いてください。過去でも未来でもなく、今ここで主を経験することができますように。過去の痛み、将来の恐れではなく、今この場所に満ち満ちている主の臨在を思いっきり吸い込んで、主に感謝を捧げることができますように。ではここで最も重要なポイントに入ります。イエス様は私の中に何を語られますか。その問題に対してイエス様はどう導きを与えられるでしょうか。私の中に生きて働いておられる聖霊様は何をこの課題の中に語られ導かれますか。自分の思いを超えて聞いてみましょう。主よ、あなたはどうされたいですか。聖霊様、あなたはこのことにおいて何を導いておられますか。神の子である私はどう決断し、どう生きるべきでしょうか。皆さんの中に一つの思いが与えられたでしょうか。時に主は私たちの思いを超えて、私たちが考えもしなかったことを私たちに教えてくださいます。父の心がどこにあるのか教えてくださいます。問題の中においても私たちの理解を超えた解決を見させてくださり、失望の中にあっても私たちの理解を超えた希望を見させてくださり、裁きに勝る憐れみを私たちの中に見させてくださり、人の善悪を超えた神の完全な愛を私たちに見させてくださることを感謝します。そして決断しましょう。私の思弁、主張、すべての考えはキリストに従います。イエス様、あなたが私の主権者です。あなたが私の考えの統治者です。
あなたが私の内側に宣言されたこと、あなたが決断されたことに私はついていきます。それぞれの告白を持って、イエス様が私のこの思考の主権者であること、神の子キリストが私を統治されること、御霊が私の霊と共に立って、あなたは神の子だ、あなたは神の子だ、神の子として生きることができる、私たちはこの内側でもはや敗北した私の姿でも、傷んだ私の姿でも、傷ついた私の姿でもなく、神の子としての私の姿を見つめ続けることができますように、キリストにある自分の姿を見つめ続けることができますように、私たちはすでに今神の子です。そして私たちがイエス様を見るとき、はっきりと神の子としての姿が回復されていくことを感謝いたします。この地上においても絶えずこの思いの中で神の子キリストを見上げ生きることができますように、それぞれの告白を持って祈っていきます。主よ、あなたが私の思考の主権者です。あなたが私の思いの王です。あなたが私の考えの統治者です。あなたが私のただ唯一の神、あなたが主であることを告白いたします。今それぞれの告白を持ってしばらく祈ってまいりましょう。今私たちを導かれる主、あなたにあって願い求めます。今まで私たちが捕らえられていたその思考の鎖から私たちを解放してくださることを感謝いたします。絶えず奴隷となって捕らえられ、何度も何度もそこをぐる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 回ってはそこから抜け出せないでいた全ての私の痛みと苦みと欲望から、私は解放され自由にされることを感謝いたします。エゴが王として治め、私のエゴが主権者として統治していた、その善悪の木の実による根を張り、その実を結んでいた全ての私の主張、私の正しさ、そして私の囚われ、その鎖は溶け落ちて、今主神の子であられるイエス様が私の人生を導かれ始めることを感謝いたします。扉は開かれ、新しい道が開かれ、私たちは大胆にこの囚われた思考から抜け出して主の道を歩んでいくことを感謝いたします。私たちの解放の主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
天の父様、この人生をかけて私たちの内側に神の子としての性質が回復していきますように。あまりにも私たちは自分の中でたくさんの犬を飼ってきました。あまりにも可愛くて私の傷を犬を撫でるようにずっと可愛がり可愛がり、そこに餌をやり続けてきました。私の思考を通して傷んだこと、傷、恨み、妬み、またそれが口から出ることを通してずっとそこに餌をやり続けてきました。私の思考の中は養豚場のようにもなってます。たくさんの豚を飼ってます。あまりにも可愛くて可愛くて、それを丸々育ててきました。餌をいっぱいやってきました。でも今日その犬と豚をリリースします。私の思考の中からもうその養豚場を壊します。犬の鎖を外します。一歩一歩主権者であられるイエス様が私の思考を収めてくださること、ありがとうございます。イエス様ならどう見るのか、イエス様ならどう考えるのか、イエス様ならどう行動するのか、イエス様ならどう言葉を放つのか、罪に対してイエス様は石を投げることなく、むしろ許しと回復を宣言しました。イエス様、あなたがそのようにされたように、私たちも神の子としてその権限を、特権を、思考を、生き方を回復することができますように。毎日の生活の中で私の思いの中にイエス様、あなたが語りかけてください。今日養豚場を壊し犬をリリースした代わりに、イエス様、あなたの王座を私の思考の中に設けます。あなたの聖女を立て上げます。あなたが私の考えを統治してくださることを感謝いたします。すべてのすべて、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして礼拝されるべきお方、ただ唯一の主の名を褒めたたえ、心からの感謝を持ってイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン、アーメン。主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。ご着席ください。新しい一歩ですね。私たち今日本当に踏み出したことを感謝いたします。思考の領域が主によって治められていく。ではこの中にイエス様ご自身の贖いの恵み、私たち宣言し、聖餐式をもってですね、イエス様の十字架の贖いの技、流された血潮、砕かれた身体、告白を持って今受け取ってまいりましょう。この聖餐式は信仰告白そのものとなりますので、私たちはイエス様に対する信頼と信仰を持ってこの聖餐式に臨んでいきます。賛美の中で杯が配られます。イエス様の十字架は私のものであると告白する、その願いを持っている人たち受け取ることができます。共にこのイエス様の十字架の贖いの恵みに預かってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
私たちの霊、魂、体、すべての機能とすべての領域をあがない神のものとして買い取り回復してくださったイエス・キリストの十字架の恵みを感謝いたします。今私たちは神の御子イエス・キリストの十字架、それを自分のものとして受け取りたいと願います。パンのシートを開いてください。一緒に告白を持ってイエス様の御体に預かりましょう。続けて告白してください。これは十字架の上で私の罪のために砕かれ差し通されたイエス・キリストの御体です。罪の許しと永遠の命、すべての領域における許し癒し回復を自分のものとして受け取ります。アーメン。イエス様の御体に預かりましょう。杯のシートを開いてください。一緒に告白を持ってイエス様の地に預かりたいと願います。これは十字架の上で私の罪のために流された神の子羊イエス・キリストの血潮です。罪の洗いと清め、永遠の契約、すべての領域における神の守りを自分のものとして今受け取ります。アーメン。イエス様の血に預かりましょう。お祈りいたします。イエス様、あなたの肉を食べ血を飲むとき、私たちは主のものであることを告白いたします。私がイエス様の中に生き、イエス様が私の中に生きてくださる、もうそのつなぎ目は取り除けられ、主と一つにされることを感謝いたします。私の中でイエス様がますます大きくなりますように、ますますイエス様が栄えますように、私の思考において、魂において、感情において、生き方において、歩みにおいて、イエス様、あなたがますます満ち満ちてくださることを感謝いたします。罪の許しと主と一つにされるこの聖餐式の恵み、心から感謝し、また再び来られるイエス様、あなたが来られるまでこのことを続け、あなたを待ち望みます。私たちの唯一の希望であられる主イエス・キリストの名前を通し感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。もう一曲賛美を持って杯を回収し、礼拝閉じてまいりましょう。
謝します。これを持って第3礼拝終わりたいと思います。お互いに、待ち合わせ場所は感謝でというふうに挨拶して終わっていけたらと思います。アメン。